結局あの仮設の中ってすっごく暑い。はっきり言ってね。まあ暑いし寒いし。うん。あと湿気がやっぱりねすごいので、だからね普通の時でもあのこうお布団のマットレスなんかやっぱりカビが生えてしまったり、もうこたつ布団の敷きの方もこうめくるとカビ生えてたりとか。一番カビが生えやすいのはあの入り口 の, あの風除室ってあるんですけど、あそこ本当は屋根もあの脇のこう波板みたいなやつだったんですよ。それを交換してくれたんですが、交換してくれたがために余計雨漏りになっちゃったりとか、玄関開けるともう部屋ですからね、丸見えじゃないですか。ちょっとやっぱりほらね、そのプライバシーの面もあるし、ちょっとなかなか難しい。あのコミュニティのね、そのありようなんかももう1年以上経っちゃうとなかなかやっぱりそこら辺でね難しいところも出てくるし、だんだん皆さんほんならね遠慮っていうかね、気遣いなさる方もいるんだけど、やっぱりそういうのもだんだん薄れてきちゃったりもするし、だから入れる時ももしあれだったら子供いる家族はざっと子供だけとか、こう考えて入れてもらった方が気遣いしなかったかもしれないなって、ね、ホテルはホテルで長くてね、ホテルもきつかったですけどね、きつかった、避難所もきつかったしね、そうすると3回移動したんですよね。体育館はね周りが全部見えるからプライバシーないでしょ、ホテルは3度の日食事で昼寝付きだけど、それがしんどい、やっぱ包丁持てないのがね、なんか洗濯はね洗濯機借りてやれるからだけど、包丁持れないのはやっぱりつらかったな、なんか最終的に。